林義雄は台湾の政治家。民主進歩党の創立者の一人で同党の元主席。1941年、日本統治時代の台湾議論権を決教に生まれる。議論中学を卒業と台湾大学を入学。1964年に国立台湾大学法律学院法律系を卒業し、1966年から弁護士としての活動を始める。 1975年、楊義文と共同で、議論の当該台湾将議員だった架空新の選挙訴訟を担当。これが政治活動の入り口となる。1977年、その架空新の地盤を受け継ぎ、台湾将議員に当選する。1979年12月、美霊島事件に関与した罪で投獄される。1980年2月28日、 林の母親と双子の娘が家で殺害され、長女の林勘一氏が重傷を負うという林や事件が発生する。この事件は未解決である。1984年仮釈放。その後、妻の放送便と共にハーバード大学大学院に留学し、1987年に行政学習士号を取得する。1989年に帰闘。 1991年、ギランで、自林教育基金会を設立し、社会運動の人材を育成した。同時に、反原発運動団体、各4高等促進会を発足させ、2003年末までに、台湾全土を徒歩で縦断する、第4原発国民投票戦力業運動をン度、いった。1998年7月18日に、 第8期民進党主席に就任。林の主席在任時に実施された2000年総統選挙では、民進党から出馬した陳水編が勝利し、政権交代を果たす。その1ヶ月後の同年4月20日、林は主席を退任する。2001年、停止していた第4原発の工事が再開後、2月21日に民進党中央で記者会見を開く。 第四原発をめぐる葬儀で自分に恥じるべき点はないが、やはり連帯責任を負わねばならないと民進党顧問を辞任した。2002年9月21日、各4高等促進会を率いて台北市立津山寺を出発し、全党にサネノブ立国を呼びかけ、国会議員の半減改革、第四原発国民投票と公民投票による立法運動を主張。 2004年の総統選挙に介入すべく政治活動を行った。2004年3月開票後、国民党を中心とする広志乱連盟の連戦、曹操湯コンビと民進党を中心とする広志緑連盟の陳水編、旅修連コンビの票数が僅差だったことにより騒動が発生したが、この際に林義雄は公開で政治人物は 民族間の衝突を激化させるべきではないと呼びかけた。2004年、林義雄は国会議員半減改革を進めるため、立法院前で座り込みを行った。同年8月、立法院は議員198人全員の賛成で国会改革憲法修正案を通過させた。その後、2006年5月の国民大会で憲法修正案が発表された。 2006年1月15日に実施された民進党主席補欠選挙では、林義雄は王金氏を支持したが、王金氏は敗北し、ユースズが当選する。その9日後の同年1月24日、永遠に民主国家の主人であるために民主進歩党を離党。同志への手紙を公開し、同時に民進党を離党した。2008年8月1日、 国民党が立法院の約3、4の議席を占める状況を鑑み、民進党の応援活動を始めた。2009年年末の県市三合一選挙で、社長邸、旅修練、現職の党主席、蔡英文らと共に、全力で民進党候補者の応援を行った。民進党的任務分配に基づき、ユーセズと林義雄は主に、 ギラン県庁の応援活動を担当し、最終的に、林里市県の当選を助けた。2014年4月22日、第四原発の廃止を訴えて、無期限、ハンガーストライキを始めた。国民党独裁時代に民主化を目指して、活動していた、政治家。台湾の現職、元総統、元野党党首に深い関心第四原発、反対反ストで、フォーカス、 台湾日本語版。http コロンスラッシュスラッシュジャパン c n a c o m テイラー・ワッツ、ニュース、アポル、2014億423万6、アスプックス2014年4月29日閲覧。ありがとうございます。